その新作のポケモンに対してなんでポリゴンじゃないんだと。なんでみ昔みたいにポリゴンのこう 2D のポケモンじゃないんだ。ランダムエンカウントじゃないんだ。エンカウントがこうシンボルエンカウントなんてなんかランダムの楽しさがなくなってるだろう。我々ユーザー側の想像の余地を残しておいてくれた方がポケモンはいいんだっていう風なね。まあそれでポケモンを出せと言ってるようなかなり無茶なお願いを <laughs> えしているのとはっきり言って全く同じです。コールオブデューティーはモダンウォーフェア2019の時にまあ変わりました。変わろうとした結果見事に変化を遂げて、えーそして そして、まあ、日本では、日本では、あなたは、あまり受け入れることができなかったかもしれないんですけれども、えー、世界では、それが、ものすごく受け入れられました。実際に、モダンオフェア2019は、まあ、フランチャイズ、COD のフランチャイズシリーズで、過去最高の、歴代最高の売り上げを叩き出しています。まあ、もちろんね、あの、モダンオフェアを p レイス s ーション4でプレイした方にはね、ものすごく不満があったっていうのは、僕もわかります。僕も、もちろんそうでした。もう、マルチプレイヤーっていうのは、コールオブデューティーにとってのメインコンテンツではないです。もちろん、それを具体的に運営が明言したわけじゃないんですけれども、 まあ先日グリードさんやグッピーさんがね、まあアメリカに行って、ロサンゼルスに行って受けたコールオブデューティのまあお披露目イベントでもそうでしたけれども、マルチプレイヤーのトレーラーが公開された時のね、インフルエンサーたちのウォーっていう歓声よりも、ウォーゾーン2のまあムービーがトレーラーが公開された時の感性の方が圧倒的に高く、まあありとあらゆる面でやはりまあ時代の変化という風にして、まあ その変化をもう受け入れなければならない年だと、そういう立場にご自身がいることをどうか認識していただけたらなというふうに思います。もちろん、Call of Duty シリーズの運営っていうのは、100%正しい運営なんかは全くしていません。むしろね、えー、例えば去年なんかは本当にひどいひどい、えー、運営をしていたと思います。で、その結果、アクティビジョンブリザードという会社はですね、無,無事株価も暴落して、まあ先日もね、動画で話しましたけれども、マイクロソフトに会社を買収されるという事態にまで陥りました。正しい道を歩んでいるとは、 まあ全くもって言いませんけれどもそれでもやっぱり100%間違った道を歩んでいるとは絶対に言い切れませんあの頃のこう輝かしい思い出があってどうしてもそれがまあ まばゆく見えてしまうというのは僕もそうだから本当に理解できるんですけれどもどうかまあ今のコールオブデューティを新しいものとして新しいゲームとして受け入れていただけたらなというふうにまあ僕としてはまあ心からお願いしたいなというふうに思います日に30時間の COD という矛盾この矛盾をひたすら COD の密度を高めることで補い続ける 画面の前の前皆さんおはようございますコレスノですコスでということで、えー、皆さん、本日ですね、Call of Duty Modern Warfare 2 Beta、PlayStation Beta ですね、最終日ということになりましたけれども、皆さんはどれぐらいプレイされましたかねまあ僕はね、えっ、ー、と、開幕初日、1日30時間の Call of Duty 配信というのをやらせていただきましてね、まあ本当に皆さん最後まで、最後までもそうですし、まあ途中でもね、一回でも応援というか顔出してきてくださった方々、えー、本当にありがとうございました。まあ今上にも出てると思いますけれどもね、皆さんの応援、 のおかげで、なんととか達成することができましたよとでまあね、単純にその配信の中でもね、まあ、相当数聞かれましたし、まあ、相当数答えましたし、固定コメントとかにもしてあったんですけれども、まあ、モダンオフやつ実際どうですかと、うん、僕がなんだかんだ毎年、割と正直にね、えー、作品の評価というか、レビューをしてるだけあって、やっぱりそういう質問がすごく多くて、で、まあちょっと今回はその点について、改めて動画にしていこうかなというふうに思います。まあ、まず先に結論から申し上げますと、えっ、ー、と、そもそも神ゲーでもないですし、えっ、ー、と、クソゲーでもないですし、 えっと、ベータ版と製品版というのは全く別のゲームに毎年なっているので、えー、この段階での評価というのは全く何の意味もないです。例えば今作、モダンオフェア2の前身にあたる MW2019 では、まあ、ベータ初週の時にはミニマップすらなくてですね、まあ、赤点というのは、えっ、ー、と、マップ上部に映っているコンパスのみだったと。ところが、えっ、ー、と、ウィークエンド2だったかな、ベータの2周目に入って、まあ、赤点が出ないミニマップが追加されましたよだったりだとか、ベータの段階では相手のキャラクターの裏取りをしても、まあ、キャラクターがね、 敵の後ろを取ったみたいなことを大声で叫び出して敵にねまあ、その声が聞こえて位置がバレてしまうというねまあ、ふざけためちゃくちゃなシステムになっていたんですけれどもまあそれも製品版では、えー、初めからだったか1ヶ月後あたりだったか忘れちゃいましたけど変わったよとというか MW エンジンになってすらいないブラックオプス4の段階ですら確か僕の記憶がね正しければジャンプの仕様とかが相当えー、とベータ版と製品版でブラックオプス4も変わっていたはずベータ版ではこうなんかインフィニットオーフェアに近いふわっとね浮かぶようなジャンプだったのが、えー、と製品 ではそれれなりにに普通のジャンプに、えー、と修正されていた記憶があるのでまあ何が言いたいかというとですねまあそもそもベータ版というのはえっ、ー、とまあページの分厚い分厚い小説のねまあ本当一1ページ2ページ目にしか過ぎないということです MW2019 のようにここから先のねまあ長い年月をかけたアップデートでものすごく評価を上げる作品になるかもしれないしあれは逆にねバンガードのようにまあベータ版が一番良かったと言われるようなまあ残念なアップデートを加えてまあ読み進めれば読み進めるほどダサくと言われ 作品小説にななってしししまうかもしれないし、まあ、とりあえずは、本当にね、その評価が気になって購入するか迷われているという方は、えこれ配信中にも言ったんですけれども、買わずに、えーとまあ、発売から1、2ヶ月あたりですかね、待って、僕とか、まあ、他の実況者さんでもいいんですけれども、まあ、配信者動画投稿者のね、えー、リアクションだったりを待ってみてから、えー、ぜひ購入検討、えっ、ー、と、されてみてはいかがでしょうかなと、いかがでしょうかな、まあ、いかがかなというふうには思います、えーと。個人的には本当、長く時間取れる人はね、シーズン2あたりかな。 うん、シーズン2、シーズン3あたりで、えー、だいぶ評価は固まると思うので、そのあたりまで、まあ、本当に迷ってる方はねあの、安い買い物じゃないのであの、無理して買う必要はないというか、無理してやる必要はないと思いますし、何よりも今年はね、ウォーゾーン2、そしてそのウォーゾーン2の、まあ、別モードですね、DMZ、まあ、コールオブデューティー、タルコフ版コールオブデューティーが、まあ、誰でも無料で、プレイステーション4、プレイステーション5、PC プレイできるので,で、しかもそちらでね、レベルだったりだとか、アタッチメント、武器のアタッチメントだったりとかも、まあ、共有でね、解除できる はずなので、まあ、本当にににに冗談抜きに焦らららずに、えっと、そちのの方かかプレイされるとといいいいいいうう選択ででいいんじゃないかななうう思いますなので、まあ、皆さんが期待するようなね、こう、分かりやすい答えというか、分かりやすい回答をすることはできないんですけれども、まあちょっと回りくどい言い方をするのであれば、ここ2、3年のね、コールオブデューティをやっていた方には伝わると思うんですけれども、ここ2、3年全くと言っていいほど変化がなかった、まあ、ガンスミスの機能であったりだとか、フィールドアップグレード、パークの機能であったりだとか、そういったところ、まあ、かなり変更が加えられていて、ものすごく新鮮に感じることができる とても楽しいマルチプレイヤーー体験がベタ版の段階で、完成されていいたとは思ますでまあ、そういう風に答えるとね、じゃあ、BO2 に比べてどうだ面白いかみたいな風にね、コメントをくださる、えっと、いにしえのね、まあ、老兵の方たちもたくさんいらっしゃったんですけれども、まあ、その方に対してね、ものすごく、まあ、僕は配信中にもね、まあ、きつい方というか、冷たい方になってしまうんですけれども、まあ、こういう風に答えさせていただきました。まあ、今、あなたが COD に対して言ってることは、まあ、えっと、例えばですけれども、ポケモンの新作がね、まあ、今年、 ににもも出ますけれどもそのの新作のポケモンに対してなんでポリゴンじゃないんだとなんでみ昔みたいにポリゴンの 2D のポケモンじゃないんだランダムエンカウントじゃないんだエンカウントがこうシンボルエンカウントなんてなんかランダムの楽しさがなくなってるだろうそもそもポリゴングラフィックの方がかっこいいじゃないかとなんかこう 3D グラフィックにしてこうよりリアリティを追求するよりもこう我々ユーザー側の想像の余地を残しておいてくれた方がポケモンはいいんだっていう風なねまあそれでポケモンを出せと言ってるようなかなり無茶なお願いを <laughs> えしているのと はっっきり言って全く同じです申し訳ないんですけれども、Call of Duty は Modern Warfare 2019の時にまあ変わりました。変わろうとした結果、見事に変化を遂げて、えー、そして、まあ、日本では、 日本ではあなたはあまり受け入れることができなかったかもしれないんですけれども、えー、世界ではそれがものすごく受け入れられました実際にモダンオフェア2019は、まあ、フランチャイズ COD のフランチャイズシリーズで過去最高の歴代最高の売り上げを叩き出しています、まあ、もちろんねあのモダンオフェアをプレイステーション4でプレイした方にはねものすごく不満があったっていうのは僕もわかります僕ももちろんそうでしたただあの頃と違ってですねもうプレイステーション4プレイステーション5でも視野角がいじれますしキャラクターの移動速度であったりだとか先ほど申し上げた音声の部分のアップデートだっ まあ、MW2019 自体も、まあ、1年間を通してかなりね、えっ、ー、と、アップデートで精度を上げる、そういったことが、まあ、されてきた作品です。さらにもっと言うのであれば、そもそも、えー、今のご時世、今の時代の流れ、時代の変化ですね。もう、マルチプレイヤーっていうのは、コールオブデューティーにとってのメインコンテンツではないです。もちろん、それを具体的に運営が明言したわけじゃないんですけれども、まあ、先日、グリードさんやグッピーさんがね、まあ、アメリカに行って、ロサンゼルスに行って受けた、コールオブデューティーの、まあ、お披露目イベントでもそうでしたけれども、マルチプレイヤーのトレーラーが 公開された時のねインフルエンサーのウォーっていう歓声よりもウォーゾーン2の、えーまあ、ムービーがトレーラーが公開された時の感性の方が圧倒的に高くそしてツイッチの視聴者数はもうウォーゾーンと、まあ、マルチプレイヤーでは比にならないほどウォーゾーンの方が多くそして基本プレイ無料のウォーゾーンですら、えーまあ、その課金システムで十分なほどの利益を潤沢な利益を、えー、叩き出してもいますマルチプレイヤーっていうね、まあ、同じプレイヤーに何十回もやられるような、はい、とゲーム性ではなくてバトルロワイヤルの方が、まあ まあ、えっと雑談もできるし同じプレイヤーにやられるのはせいぜい1試合の中に1回とか2回だしまあ、ありとあらゆる面でやはりまあ、時代の変化というふうにしてまあ そその変化ををもううううう受けけけ入れなければならなななばららいいいいいい年だだとととうう立場ににご自身がいることをどうか認識してたた思ます僕は、まあ、過去作品、まあ、今までのねここ10年近くの作品を全部やってきたからこそあの言いますけれどももちろん Call of Duty シリーズの運営っていうのは100%正しい運営なんかは全くしていませんむしろね、えー、例えば去年なんかは本当にひどいひどい、えー、運営をしていたと思いますでその結果アクティビジョンブリザードという会社はですね無,無事株価も暴落して、まあ、先日もね動画で 話しましまたけれどもマイクロソフトに会社を買収されるという事態にまで陥りました正しい道を歩んでいるとは、まあ、全くもって言いませんけれどもそれでもやっぱり100%間違った道を歩んでいるとは絶対に言い切れませんなのであの学生時代のねあの頃のこう輝かしい思い出があってどうしてもそれがまあ まばゆく見えてしまうというのは僕もそうだから本当に理解できるんですけれども今の作品今のコールオブデューティーには今のコールオブデューティーの楽しさがありますしそしてそれを楽しいと感じてプレイしているプレイヤーがもう世界中にたくさんいるのでどうかまあ今のコールオブデューティーを新しいものとして新しいゲームとして受け入れていただけたらなというふうに、まあ、僕としては、えーまあ、心からあお願いしたいなというふうに思いますということで最後までご視聴いただきありがとうございましたまあ、とりあえずね、えーと PC 版 のねまあある意味本命と言ってもいいかもしれません30レベまでえっ、ー、とレベルが開放されますし新しい武器のねまあレベル上げなんかも開放されるかもしれませんまあもう少し2ページ目3ページ目と読み進めることができる PC 版ベータも今週末はね控えています先ほど申し上げたウォーゾーン2であったりだとかまあ新しい COD 版タルコフであったりだとか無料でできて無料で自分でねまあ面白いかどうか判断する材料っていうのはねあの今世の中にいくらでも転がっているのでぜひねまあ今のご自身の感覚でご自身の感性であ 実際に遊んでみて、はい、と判断していただけたらなというふうに思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。コレツナでした。お疲れ様です。おつーん